皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日ジャットさんはエースコックさんから出ている千葉、東京、福岡、パリに展開されているこってりラーメン成武さん監修のこちら味噌ラーメンをいただきたいと思います。中には火薬や液体スープ、粉末スープなどが入っています。それでは熱湯を注いで5分待って作って食べていきましょう。それでは5分経ったので液体スープを入れて完成しました。よく混ぜて食べていきたいと思います。それでは成武さんのこってり味噌ラーメンいただきます。こちら成武さんのこってり味噌ラーメン、美味しいですね。味噌の味がかなり全面にパンチを効かせている、そんなラーメンなんですが、背脂もたくさん入っているのでちょっと甘みがそこに乗って飲みやすいスープになっています。そして味噌と油のとろっとした部分にこのウェーブのかかった麺がよく絡むので、とても麺とスープの相性のいいラーメンだと感じました。さすがエースコックさん、油を使うラーメンや混ぜそば得意分野ですね。皆さんもこちら成武さん監修のこってり味噌ラーメン、ぜひ食べてみてください。またねー。